一番の疑問か疑念ではある。正義は勝つ。ありえない。この辺に朝鮮王朝の末裔がうろちょろしているかもしれない。朝鮮は中国という大国が攻め入ってくる、その悪夢に勝てずに、奴隷であることを宣言した。卑屈さというか、それは、その辺。当時の構成は明確に悪であるが、異様な戦力を有し絶対に勝てない。正義は勝つ？違う、勝てば官軍、である。この辺を否定する必要はあるのか否か。その条件で。土台的に、硫黄島の決戦、それは、絶対に勝てなかった。なぜなら物量が違いすぎるからだ。その理解、そこが重く。そんなことはない。それを、証明する必要はあるだろうか。その時はあるいは実戦で、だ。今は、仮想現実で済むとしても。証明したとしても、正確だったら治らないしかし。それは、間違ってる。あるいは